383系シナノは JR 東海によって開発された特急型車両です。名古屋から長野の間を結んでおり、制御付き自然振り子装置によって通常より35キロ速いスピードでカーブを曲がることができます。以前はワイドビューの愛称がついていました。
ということで今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価やチャンネル登録、またコメントなどもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。